名古屋市立の後小学校は名古屋市港区の関一丁目にある公立小学校。1975年に名古屋市立港西小学校潮止文校として設置された。翌年、同じく港西小学校の文校であった稲恵文校が名古屋市立東恵小学校として分離独立した際に同校に移管され稲恵小学校潮止文校となった。 独立したのは1977年4月になってからのことで、この時に名古屋市立の後小学校の名称となった。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日現在、港区のうち、近城府東1丁目、近城府東2丁目、近城府東3丁目、潮止町、空見町、 野関1丁目、野関2丁目、野関3丁目、野関4丁目、野関5丁目の全域を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は名古屋市立高南中学校となっている。学区は北部の新田開発により開かれた地域と南部の埋め立て地に分かれ、埋め立て地は造成時期により12号地、11号地、13号地となっている。 学区人口の大半は12号地にある公営住宅に集中しており、11号地は重化学工業地域、13号地は近所不当の愛称が与えられているエリアで住宅は存在しない。名古屋市営バスの関小学校停留所が最寄りバス停である。ウィキメディアコモンズには名古屋市立の後小学校に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。